そこのお前、オルブス・カラグリアのアルフェンとその仲間だな。エリデメナンシア近衛兵団のキサラだ。キサラだけ？ということはダナ人か。そうだ。何か問題でも？近衛ってメナンシアのスルドはダナ人に自分を守らせているの？この国ではダナの近衛兵は別に珍しくない。皆自ら志願してついている。これは本物っぽいぜ、アルフェン。どうして？たった7年だよ。悔しくないの？人が人らしく生きる機会を与えられて感謝するなというのか？はっきり言うが、私はティオハリム様をお守りするこの仕事に誇りを持っている。それを侮辱されるいわれはない。まあいい。お前たちにティオハリム様がお会いになりたいそうだ。私はそれを伝えに来た。ここのスルドが俺たちに？そうだ。アウテリーナ宮殿でお待ちだ。念のため言うが、強制ではない。返答は？わかった、受けよう。では私は先に行って伝えよう。あまり待たせないよう願う。一つ聞きたい。この先は何があるんだ？一般のダナ人が働く採石場だ。それだけ？一番奥にはダナ人用の重病医療施設がある。衛生上の理由で我々近衛も立ち入ることはできない。向こうから呼びつけるとはどういうつもりだろうな。罠かもしれないよ。私たちが来たことが知られている以上、今さら忍び込むこともできない。行くべきよ。あのキサラって女、スルドに仕えることに誇りを持ってるって言ってたな。それってレナに支配されてるってことじゃない？奴隷とどう違うの？レナはもともと実力主義の社会よ。上位にある者が支配するのはレナにとって当たり前のことだわ。どういう形であれ、レナがダナを支配している状況はここでも変わらないんだな。使える相手が尊敬できる相手だと心構えも変わるもんかね。そんなの絶対騙されてるんだよ、決まってる。確かに彼女の忠誠は強制されたものには見えなかった。だがカラグリアでもダナは奴隷として支配を受け入れていた。本心からの忠誠だとして、それが自発的なのか強いられた結果なのか、どうすればわかるんだ？まあとにかくスルドに会ってみようぜ。それでわかることもあるだろう。そうだな、宮殿に行こう。やっぱり理解できないよ。散々ひどい目に遭わされてきたのに、ほんの何年か優しくされただけであんな。俺もそう思うけどさ、そうするだけの理由があったってことじゃないか。300年分の恨みより上の理由ってどんな理由？300年虐げられてきたからこそティオハリムが救い主に見えたのかもしれないな。ちょっとアルフェンまでどっちの味方なのよ。落ち着けよ。俺が言いたかったのは、ただ思い込みだけで動くとろくなことがないってだけだ。やっぱり理解できない。やあ、ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。
申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルド、ティオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルドも正体を知った上でなぜ俺たちを招く。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区域に会えぐ者、いないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが私には通じない。がいたずらに対する罰は必要か。アルフェン。ほう、まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、カッカ。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配。いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。えりすぐりの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存。ダナとレナの共存。鋭ぶりがわ。それで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよ鋭ぶりがは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。
よせ、勝負はもう、よせ。私はあなたを絶対に許さない。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセクすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切り鋭を二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザルク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよう。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。カラグリアの炎の剣か。そういやガナベルトもアルフェンのことそう呼んでたな。うん、レナの間ですっかり有名になってるみたい。正直いい気分じゃないな。なんでだ。それだけ奴らにとって脅威だってことだな。胸張っていいんじゃないのか。かっこいいし。そんな単純な話でもないんだよきっと。その分狙われるかもしれないんだし。いやそういう意味でもないんだ。え、あの呼び名には俺じゃない何かが付きまとっている感じがする。自分のことという気がしないし、そう思っちゃいけない気がするんだ。うまく言えないが。はあ、俺は単純にすげえって思うけどな。宿の用意があるって言うけどさ、レナのスルドだよ。いいの信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど。寝込みを襲われでもしたらどうするの。それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう。擦り切れた毛布、硬い寝床、臭くてまずい食事。何の話。労働の見返りさ。カラグリアじゃそれが全てだった。ここももらえるものは同じなんだろうが質がまるで違う。ついでに自由に使える時間まであるらしい。こんなのどう受け止めたらいいんだ。カラグリアがことさら過酷だったってことではないの。シスロディアだって同じさ。寒いから建物と衣服だけはまともだったけど、登校記憶りは懲罰だからそもそも報酬なんてなかったしな。うん、
あとは食べ物や生活の品を作るのが仕事だったけど、大半はレナのものだったし、見返りらしい見返りがなかったって点ではシスロディアもカラグリアと大差なかったよ。じゃあやっぱりここが変わってるのか。変わってるっていうか異常っていうか。でも奴隷には違いないんだよな。そうだよ、いくら喜んでやってるって言ってもさ、何が正しいのか。まったく頭がどうにかなりそうだ。スルド、テュオハリムか。今まで出会ったスルドとは随分毛色が違うな。キザなヤサ男っぽく見せてたけど、シオンの不意打ちにすぐ反応した。強いぜあいつ。ああ、さすがスルドの一角を担うだけのことはある。それに飯もうまかったしね。なんで褒めるの？相手はレナのスルドなんだよ。だが敵対する気はなさそうだった。そうじゃないわ、無関心なのよ。あらゆるものから距離を置きたい。私にはそう見えたわ。だとしてそれでどうするんだ？町も平和だし、言われた通り放っておいていくのか。そうだな。とりあえず今日のところは宿に泊まって考えよう。ようこそ戸津国の方々。鋭閣下の使いの者より承っております。はるばるのお越し光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああそうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない、今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に集合しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人とも特に命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ猿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせリーメル。猫どこから？なんか変わった飾りの首を。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっとラオ！あそこ見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう急に。つなぎかもしれない。つなぎ？ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの？
誰かに仕込まれてもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。フル！だが何者だろうな、スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか。あのテュオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうちよ。行くさ。俺にはまだこの国の本当の姿が見えないからな。どこに連れて行く気なんだろう。わからないが見失わないようにしないとな。地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって足元がこれじゃ落ち落ち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。うわっ！すまない、足が滑った。大丈夫か？あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは普通なら叫び声が上がってるところよ、あなたのね。ん？ああ、茨か。そうだな、俺には無害だ。それよりいきなり触れたりして悪かった。そうね、気をつけて。ねえアルフェン。ん？いえ、何でもないわ、気にしないで。うん、うん、おう。何あれ。しかし見たこともない植物だらけだな。よくこんなに育つもんだ。カラグリアは岩だらけだし、シスロディアは。危ない！うわっ！なんだこいつ！ズーグルか！でかいぞ！みんな気をつけろ！植物なら植物らしくじっとしてろ！無駄口叩いてる暇があったら戦いなさい！わかってるよ、ヤトリ！ちょっと敵はあっちだよ！ゾービーカスを寝て！ゾービーカスを寝て！ゾービーカスを寝て！本体っぽいのには届かねえぞ。ひとまず周りの特殊を倒そうよ。情報が逆転したな。敵はわずか、押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。エアスラッソ、またシールの指示よ。早くの舞、エアスラッソ、氷の槍よ。フリーズランド、早くの舞、エアスラッソ、早くの舞、エアスラッソ、
大丈夫かみんな。ねえ、これ本当に罠じゃないのかな。そうでないことを祈ろう。あと、いたぞ。まだ追いかけっこは続くみたいね。この兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いがこちとらこういうのは割と得意でね。まさかあんたか。ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちに出てきて欲しかったんじゃないのかよ。答える必要はない。痛み勝手にやらす頑固だな。行くよ。離れて。離れて。超レンガ弾やれるわ。攻撃攻略守りで固いな。突破口を切って。あ、頼む。エアスラット。バラバラにしてやる。後半だ。マグナレイ。エアスラット。マグナレイ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 。待って。すまね。手間をかけてたのに。この前、状況を守って。フリーズランド。まとめて回復しろよ。ハートリック。レイダダン。回復してくれば。使い手がいなくなっては困る。このもとに。バジンコンタクト。勝手を紛れよ。さあ、行くわよ。火の手を頑張ってよ。ハートリック。ゲット先行。戦えないなら下がってろ。でもそんなこと言ってない。交流だ。超レンガだ。凍結氷の槍よ。フリーズランド。
ハリムの差し金か。何のためだ。出て行けと言いつつやっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら。私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う？私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ミキウダ兄さん。カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。あえて光栄だ。俺たちだけの力じゃない。たくさんの支えがあったおかげだ。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああ、そうだ。この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じ近衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。暗殺？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ。
治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない。物質でなくなったもの、かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに？去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ダナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに？安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが？おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ？あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目に遭ってまでやるんだ？この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一回の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終わればまた次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては
元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが？おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。寝ないのか？あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ティオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はあるが。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。銃弾数発で、スルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で。今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す。その約束も続けられるだろう。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。
まだそんなこと言ってるのね。少しは学びなさい。でも それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね。覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。どうしちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。勢いで三木浦に協力することになってるけど本当に良かったのかな。まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムがミキウダの言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら俺たちが戦う理由は何もないことになる。それはそうだけどなんか釈然としないよ。私はやっぱりレナ人を信じる気になれないし、ミキウダだって正直よくわからない。あのキサラだって兄弟って言ってもなんかややこしそうだったよな。俺一人っ子だからもう一つピンとこないけど。俺たちのこともよくわからないか。それはそんなことないけど。俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわからない。だから確信が持てるまではうかつなことはしたくない。それじゃダメか。うん、いいよ。それでフルルもミキウダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。フルー、ああフクロウにもねえか。うん、あるってあります。フクロウ最高。プルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？え、あ、私はそのどっちも。え、なんでもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか。何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。何でもいいけどこいつを止めてくれ。よし。ああ。ここにいたのか。よかった。お前たち、こんなところをうろうろするな。今ここで捕獲されても仕方がないんだぞ。
あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？どう、やめろって。言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは。兄さんの腕輪か。なぜこれを私に。兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからないけど、口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。だから三木唄たちを通報してないだろ。なぜそう思う。三木唄が信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ。いや、気にするな、たわごとさ。そうか。とにかく三木唄のやろうとしていることはもうすぐわかる。だから俺たちで見届けよう。そうだな。あ、ザーレだっけ。待った、首輪になんか挟んである。行っちゃった。明日決行だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。次の者前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者ぞ、ここで止まれ。三木唄、あの三木唄なのか。この異兵、その者どもを近づけるな。鋭度閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは奥としよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。
だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々近衛兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだな。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここはメナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が墓石になることも珍しくなかった。大人たちはここを怪物の口に例えていた。ええ、覚えているわ。でもそれももう昔のことよ。そうだ。岩に染みついた血の跡、よどんだ空気と刺繍、それらはことごとく過去のものとなって久しい。吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、今のメナンシアのダナ人には笑顔がある。すべてあなたがもたらしてくださったのです、ティオハリム様。なぜ今さらそんな話をするの、兄さん。私たちが手にしているものの価値について話しておきたかった。どれだけ閣下に感謝しているかもだ。だからなぜ。いずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを覚えておいてくれればいい。なんだ、ズーグルがいるぞ。見張りかなんかなのか。いや、ここには修霊機が置かれている。普段ズーグルなど。どういうことだ、なぜ労働者もいない。君だけは予想外ではないらしいな。説明してもらえるのだろうね。はい。ですがまずは奥までお願いします。そこで全て明らかになります。いいだろう。キサラの盾はシオンの銃と同じで何もないところから現れるんだな。レナの転送技術ってやつか。でもそれって動かすのに精霊術が必要なんじゃねえのか。もちろん私は精霊術は使えない。必要な精霊力はあらかじめ装置に組み込まれているんだ。私はただ操作しているだけだが、それで自由に呼び出すことができる。精霊力を封入した装置は別に珍しくないわ。ってことはダナ人でもレナの機械を扱えるってことか。だとしてもそれをダナ人に与えるなんて普通は考えられないことよ。誰にでもというわけではないぞ。ティオハリム様の芯を得た者だけが与えられるのだ。物で釣ってるだけじゃないの、リンウェル。だって変だよこんなの。にわかに信じられないのは無理もない。だがメナンシアは生まれ変わった。それが事実だ。その通りだ。だからこそ私は。兄さん。いや、先走ったな。続きはついてからにしよう。ほう。
よし。ここのようね。この奥に医療施設があるのか。行きましょう。